はい、皆さんこんにちは。ニュースを見てますと、安倍さんがウラジオストクまで行ってプーチンとまた会って領土交渉したけど進展なしなんていうのが流れてきてますけど、当たり前やんっていう。そんなんね、今のプーチンにね、いくら言うてもね、北方領土なんか帰ってきませんよ。ちょっと考えたら分かることなんですよね。今のロシア、プーチンが日本に北方領土返して何のメリットがあるんですか？もうメリットないでしょ。別にそれで多少経済協力があるとかないとか言うても、そんなわずかなもんですよ。その国という単位で見た場合ね。だからね、今は何をしても無理なんですよ。で、ロシアって過去何回か北方領土返しましょうかぐらいの素振りを見せてるんですけども、そういう時ってね、みんなね、あいつらが困った時なんですよ。あいつら困ってる時に、そしたらちょっと日本の協力欲しい境にっていうなんか、返してもええかもなーぐらいのこと言いよるんですけど、今はね、あんまり困ってないんですよ。確かにウクライナ問題で西側から制裁を受けて、それはかなんなという感じにはなってるんですけども、そのなりふり構わずというところまで行ってないですね。で、むしろその今のロシア、プーチンっていうのは、自分の領土を増やそうとしてるぐらい。で、ロシアってね、ああやって僕らが見ると北方領土全然返してくれへんやんと思いますけども、そんなにね、領土に対してね、がめつくないんですよ、あんまり。実は困った時にはね、困った時には領土離すんですよ。昔々ね、アラスカね、ロシア領があったんですよ。あれね、アメリカに売ったんですよ。 今から思えたら破格の安値で、いらんわっつって。で、アメリカのなんたらっていう国務長官が買おうたんですよ。今で言うたらどれくらいですか？ 100 億円ぐらいの額ちゃいますか？ほんなんで全然安いです。いや、もうめちゃくちゃ安いね。で、例えばね、1917年という時にロシア革命っていうのが起こるんですけども、ロシア、ニコライ2世って殺されて、ロマノフ王朝って倒れて、ソビエト連邦っていうのは、ちょっとぐちゃぐちゃやるんですけど、結局それが成立するんですよ。その時にね、ロシアはね、いっぱい領土を手放すんですよ。言ってみれば、ポーランドとかが、ロシア領だったんですけど、それも全部、そういうの全部手放したわけです。エストニアとかリトアニアとか、一回あの時手放してるんですよ。その後スターリンの時代にまた併合するんですけどね。もう大キャンペーンというか、バーゲンセールやって、お前ら独立せ独立せ独立せってやったん、1917年やってるんですよ。ほんでね、同じようなことをもう一回やってるんですよ。それはね、1991年ソビエト連邦が崩壊した時に、各共和国、その時にウクライナとかも独立してるんですよね。そう。で、今になってね、プーチンは昔のソ連ぐらいの領土をまだ広げようとしてるんですけども、だから周りの国々は戦々恐々としてるわけですよ。でね、同じ1991年に、昔ね、ロシアというかソ連の時代に、ソ連と中国っていうのは中ソ国境紛争ってあって、ものすごい戦争してるんですね。実は国境紛争ですけど、国境紛争ですけど、いや、えげつないぐらいの戦争してるんですよ。それもね、1991年に解決してるんですよ。それはね、ロシア側の譲歩、つまり係争してるところは、ええやん、中国領でええやんみたいな、そういう決め方をしてるんですね。で、国はね、ロシアという国は領土を手放すかいなっていう時に手放すんですよ。割合その簡単に。で、日本もね、この1991年の時点で言ってたらよかったんですよ。 買うでっつって、何兆円か払うたらええんやろみたいな。思ったら、売る売るってなって、売ってたかもしれませんね、金でね。その時は日本の政治家アホやから、普通に真正面から交渉しに行ってあかんって言われて帰ってきてるんですよ。アホですよ、ほんまに。で、そんなね、今平和な時にね、いくらね、プーチン捕まえて、安倍さんとプーチンが何十回会うたってこと、関係ない、そんなもん。全く関係ないですよ。向こうは金引き出そうと思ってるだけですよ、日本金あるしと思って。で、だから今いくら交渉してもね、北方領土なんか帰ってきませんよ。もうそんなもん、4島どころか2島でさえ帰ってけえへん。共同管理なんかもう夢の夢。
そういくらあのね、北海道の鈴木さんが安倍さんのブレーンになっていろんな知恵つけたところで、ソ連ってロシアが返す気ならない方、返ってけへんのが北方領土ですよ。であいつらそもそも返す気ないんですよ。返す気ないんですよ。でもね、あいつらも困ったら、ああこれ返したらいくらかもらえるんやったら返そうかっていう気になるんです。あの基本的にね、あのロシアもソ連もそうですけど、国民っていうか自分のロシア人とかソ連人のあのが大事に生きるっていうなんてことは全く考えない人間、どうでもいい。そんなことで国とか自分ら政治家が良ければいいっていう国なんですね。だからあの北方領土ロシア人の方住んでますけど、あお前これ明日から日本領やって、お前らどっちに住んで日本人でもロシア人になるよっていう、そういう世界で何の保証もつけずに追っ放り出されるのがロシア人なんですね。まあそれはええんですけど、それはまあそれ日本人にしてあげたらええだけの話は、まあ、なんですけど、でじゃあこれから未来英語北方領土帰ってけえへんのかっていうと、そんなこともなくって、帰ってきますよそのうち、上手にやったらね。ただ私が生きてるうちに帰ってくるかどうか知りませんよ。でこれはね、ロシアという国が今どういうふうに成り立ってるのかっていうことを考えたら、あの答えが出てくるわけなんですね。であのロシアっても昔ちょっと前10年ぐらい前ですかね、むちゃくちゃ景気いい時あったんですね。どういう時かというと、原油価格が1バレル100ドルを超えた時、むちゃくちゃ景気良かったんですよ。あの、ね、僕バリ島の不動産多少扱ってたんですけど、バリ島ロシア人だらけでしたよあの時。ほんまにお前らっていうぐらいにロシア人がやってきて、ロシア人コミュニティができてましたからね。金持ちなんですよロシア人あの時。でそれから急に赤いようになったの。なんで赤いようになったかって言ったら、原油価格が下がったからなんですよ。今原油価格って50ドル台でしょ。最悪の時って30ドルまでいったんですね。もうロシアボロボロですよ。今でもね、かなり苦しい。今でも苦しいけど、まあ、あの50ドル台やったらなんとかやっていける。ロシアという国はね、あの資源産業の他に産業と呼べるものないんですよ。石油と天然ガス売ってる国なんですよ、もうどっちかっていうと。で、あと唯一他の国に売れるのは、軍需ですね、武器ですね。あと宇宙。それくらいなんですね。他はまあ多少芸術とか多少ありますけど、まあそれはそんな日本のアニメほどのそのどういうんですかね、経済力はないんですね。あの音楽とかバレエとかすごいですけど、あんなもいくらも儲からんのですよ。あの経済という規模で見たらね、中身素晴らしいですけどね。だからね、あの簡単に言うと、石油の価格が、原油の価格が下がったらロシア苦しいんですよ。だからね、もう一回30ドルになったらいいんですよ。もう一回30ドルか20ドルとか、まあ今後ね、それがないことはないんですね。なぜかというと、世界全体脱原油というふうな動きがあって、なるべくあの石油を使わんようにしようやという話で、あの車もだからあのガソリン炊いて走るよりも電気とか、そういうので走る、あるいは水素とかそういうので走る車にしようぜという流れになってるんですね。でそういうことをやっていくと、原油の使用量って減るんちゃうかって言われて、実はあんまり減ってないんですよね。実はあんまり減ってないんですけど、減るんちゃうかと言われてて、ほんまにそのなんていうか、あと十何年かしたら、あのガソリン炊いて走る車がほぼなくなるというようなことになったら、かなり原油へのニーズが減るんで、値段も下がるかも分かりませんね。そうしたら値段が下がると、それだけで食ってるロシアという国は立ち行かなくなるんで、もう売れるものなんでも売ろうと、それこそ領土でも売ろうという話になるんですね。そうなった時に行かなあかんのですよ。だからそうなるまではね、あの交渉してますという、交渉続けてますという、あれがロシア領であると認めてしまったらそれで最後ですから、そう認めずに、あれは日本の領土なんだって、だから返してくれ返してくれ返してくれって言い続けてることにしか意味がないんですよね。だから別に安倍さんは どの程度理解してるのか分かりませんけど、まあ、何回プーチンと会ってもしゃあないですよ、はっきり言うと。ほんまにでプーチンってしたたかな男ですからね。あのそんな安倍さんと仲ええからっつって領土返すような男ちゃいますよ、あれは。そんなもうみたいな感じで、あいつ生きてる限りロシアの大統領ですよ。あいつまで60ぐらいでしょ。下手したらあと20年は絶対ありますからね。安倍さんなんかあと2年で終わりでしょ。だからほぼ安倍さんがの間に北方領土が帰ってくるってほぼ無理ですし、北方領土は交渉によっては絶対帰ってこない。
なんとかっていうバリアは議員ですか、あれ戦争で取り返さなあかんんだけど、別にそれ当たり前ですよ。戦争したら取り返せるかもわからん、勝ったらね、負けたらあかんけど負けたら北海道取られるかもわかりませんけどね。でもそれは一面の真実なんですよ。だから別にまあ確かにね、ちょっと不規則なね、発言もなさってますけども、戦争で取り返していったこと自体はもう全然間違いでもない。竹島問題もそうですけどね、戦争で取られたんですからね、あれは武力で取られた島なんで、まあ、武力で取り返すっていうのは一つの方法ではあるんです。まあそれはまあ別の話なんで別の機会に言いますけども、なんで北方領土交渉では絶対帰ってきませんこれは言えます。まあ金で買うしかないですけど、金で取り返す、お金払って取り返すしかないですけど、それは原油価格が下がった時、それがチャンスです。はい、どうも皆さんありがとうございました。